相次ぐ自転車事故を防ぐため、警察などは正しい自転車の乗り方と事故の危険性を高校生に教える安全教室を開きました。静岡市駿河区の城南静岡高校で開かれた交通安全教室には新入生らおよそ200人が参加しました。生徒は自動車と自転車の衝突や自転車の脇見運転など事故の疑似体験に参加し、自転車に乗る際のマナーや交通事故の危険性を体験を通して学びました。去年1年間に静岡南署管内で発生した自転車が関係する人身事故は348件で、県内28の警察署でワースト1位となっています。車をよく見て、どっちに行くとかをよく見て、事故に遭わないように気をつけたいなと思いました。今回のやつを実験を見させてもらったら、なんか自分も起きないことは絶対ないから、気をつけていきたいなと思いました。警察は一人一人が当事者意識を持ち、交通安全意識を高めてほしいと呼びかけていました。